京都市場カラスマンになんか地下のフードコートみたいなのができてるんですね。これ知らなかったんですけど、あの京都駅の地下みたいなあんな感じのフードコートできてます。今こういうところ増えてるんですね。で、蕎麦屋を見つけました。チェーン店、どうやらチェーン店のようなんですが、清州庵という、ところでございます。ランチセットいろいろありまして、こんな感じのメニューなんですが、店内、専用の、座席あります。で、今日は天ざる蕎麦を言いました。蕎麦といえば天ざるが大好きなので、天ざるですね。おつゆはこんな感じですね。で、蕎麦見たら、割と手打ちって書いてあったんですけど、割とですね、揃っていてて、機械で切ってあるのかなという感じではございます。手でこねられてるんでしょうかね。なんちゅうんやったかな、掃除棒とか、あれ、同じようなぐらいのって言ったら、ちょっとお店の人に怒られるんでしょうか。あれぐらいの感じのイメージで、僕の中では、いただいておりましたが。で、天ぷらでございます。こんな感じで、小気味のいい天ぷらというと、ちょっと、表現わかるかどうかあれなんですけど、サクッと、特に衣がバラバラと、花が咲いているという感じではないんですけれども、正統派の天ぷらという感じでございます。茄子の天ぷら美味しいですよね。僕、お茄子の天ぷら大好きなんですが、で、蕎麦が揚げてある。これ、よく蕎麦屋で突き出しみたいなんで出てくるところがありますよね。なんかカリ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 して、これもこれだけでなんかおやつで持って帰りたいぐらいの感じでございました。で、特筆すべきは蕎麦湯ですね。これ蕎麦湯が濃くて、これめっちゃええ感じでございます。そうなんですよ。蕎麦湯これぐらい濃くないと美味しくないんですよね。いやいや、蕎麦湯最高でございました。ありがとうございます。というところで、サクッと場所この辺です。市場カラスマの、ね、上が本屋のとこですね。サクッとなんか、天ざるとか食べたいときいいのではないかなと思います。またなんかいろいろ店があるので、ここまたカラスマ行ったときに行ってみたいなと思っております。ということで、今日食べたご飯を、アップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。